ドゥームね、スマップ解散撤回の鍵を握る元ジャニーズの彦勝だよ。昨日のバルス祭りでバルス以外の言葉をツイートしてたやつはひねくれも確定。まあスマップのメンバーでいうと香取くんがそういうタイプだよね。ということで今回は生存確認の一環としてね、本当ならサブチャンネルに上げる動画をサブチャンネルの宣伝がてらにこっちの方に載せてみるよ。では今回の動画、誰もがつい真似したくなるような癖になる声、ずっぽしご覧ください。な、今日はフランスのシャルル・ドゴール空港に向かうシャトルバスの運転手さんが言うターミナル 2D、その言い方がね、特徴あってね、後味をかなり引くね、言い方だったんでね、それを皆さんでお聞きください。ターミナル 2D、 ターミナル 2D、 どうですかこの言い方は。もう本当にもうもうね、もうねでしょ本当。ターミナル 2D、 ターミナル 2D、 つい真似したくなりますよね、そんだけ。てこれ白っぽリーフでヒコカツのズンドブスブシ歌ってるのね、これね。自分で言うのもなんだけど、見た目が性犯罪者なんだよねって言わせんなや。まあ、サブチャンネルのねリンクは下の概要欄に貼っておくのでね、ずっぽし登録しておいてね。